皆さんこんにちは衆議院議員の尾辻かな子です東京レインボープライド2021開催おめでとうございます今回もオンラインになりましたけれどもその分だけ多くの皆さんとつながれると思っていますえ私がレズビアンであるということをカミングアウトしたのは2005年の東京レズビアンゲイパレードでしたあれから16年 日本も徐々にそして一歩ずつ変わっています。特に今年は札幌地裁で同性婚がない状態これは違憲だという判決も出ていますあとは政治が変わる番。どうか皆さん力を合わせましょう皆さんの声が社会を変えるそして政治を変える必ず同性婚法と そして LGBT 差別解消法、一緒に作っていきたいと思います。Our voices, our rights, happy pride! これからも一緒に頑張ってまいりましょう。